ビジネスキャンプですかって言われるんですよ。おはようございます、リオです。おはようございます、リオです。今日なんですけど、ラビットオートキャンプ場さんに来ております。もう雰囲気めちゃめちゃいいし超安いとか、後でちゃんとキャンプ場の紹介しますね。今日なんですけど、なんと釣りをしていると思ってないと思います。イエイ。一回私釣り堀の動画撮ったじゃないですか。あれが初めてだったんですよ、釣り初体験。今回はちょっともうちょっとねちゃんと釣りやりたいと思ってフィッシングセンターに行こうと思います。で、釣った魚をキャンプ場で食べて満喫していきたいと思います。これチャムスのマスク可愛いですよね。では早速ねテントだけパパッと設営していきたいと思います。イエイ。こちらが本日のサイドでございます。でーん、サンドックと池があります。ではね、キャンプ場のね紹介をちょっとしていきたいと思います。ここがシャワー室で水洗い場、ゴミはお持ち帰りですね。で、トイレがあって、でここね、冷蔵庫でね、冷蔵庫ね自由に使っていいよって言われた。あら、ここいいじゃない、なんかこのスペースいいわね。ここね、自由に使っていいよって言われた。あら、冷たい。ビール入れとこうかな。ありがたい。で、さっきも言った通り、池がありますね。なんかここで前はマスのつかみ取りとかをやってたらしいです。でね、ここにね、井戸のお水があるの。これがね、井戸のお水らしい。あ、今飲んでみよう。うまっ。うん、めっちゃ美味しい。私井戸水あるっても知らなくって、お水2リットル2本も持ってきちゃった。いらなかったね。爽快。もうね、もうすっごい、もうめっちゃ広いし。ラビットオートキャンプ場がこれかわいい。こう入っていくと私のテントサイドがあります。小鳥のさえずりが聞こえるから耳を澄ませてみてください。っていう感じでね、では早速食料調達に行っていきたいと思います。なのでまだお酒は飲めません。食料調達行ってきます。着いたで、現地にしてきます。こんにちは。はい、こんにちは。あ、こっちですか。すいません、あの釣りをしたくて、はい、放流した釣りがやりたいんですけど、このセットで釣っていきます。ヤマメを釣ります。あ、ここで誰もいない、釣っていきたいと思います。よっしゃ、なんかいくらで、ここにこうやる。え、待ってんのこれ。全然釣れないわ。どう出しちゃダメな。ずっと撮ってたらカメラの容量すごいことになるから、またちょっと進捗ありそう。今沈んだよね。ちょっとだけ撮られてる。餌、餌が撮られてる。わあ、くそー。早いなあいつ。ほら、ちょっと食べられた跡みたいなのがある。わあ、くそー。でもね、待つのが大事ってことが分かったわ、私はこれで。2個ぐらいやった方がいいかも。よし、これで OK。
待って、やばい、着いた。待って、めっちゃ嬉しいんだけど。ちょっと待って。戻ってまいりました。じゃん、大量です。と成果を発表したいと思います。まずここ綺麗にしてから成果を。でね、今日ね、ニューギアの紹介があるんです。こちらフットグリル買ったの。色々見ました。わー、コンパクト。あ、こういうことね。えいのー、じゃじゃん。はい、ではね、場も整ったということで結果発表をしていきたいと思います。私は4匹釣ることに成功しました。ではね、紹介をしていきたいと思います。よいしょ。あ、やばい。まずヤマメ、ニジマス、そしてヤマメ。早速ね、ちょっとね、調理をねしていきたいと思います。血合いを取っていく。綺麗にできました。じゃじゃん、4匹ちゃんと内臓と血合いを取ることができました。じゃあ早速調理をしていきたいんですけど、まず炊き込みご飯でも作ろうかなと思って、ね、今日のメニューは炊き込みご飯と塩焼きの2品作っていきたいと思います。イエイ。水取るとこ忘れた。で、これを置きます。で、そしたら串で刺していく。待って、違う、絶対塩だ。先に塩を、かっこいいとこにつけるといいって書いてあった。絶対うまいじゃん、こんなの。これ絶対足りないよね、これ。はい。来たら投入。ニジマスちゃんでございます。投入。これなんかすっご
ごいなんか滑るんじゃないの、もしかして前はなんだ。あ、やったやった。あ、炭火焼きだ、本当の。こちらは続いて弥生ちゃんじゃなくてヤマメちゃん。魚ちゃんたち美味しく焼いてあげるからね。やっぱりさ、自分でさ、できてすぐさ、自分でさ、さばいて焼くってさ、相当な贅沢だよね。ちょっとばかし一度ね、見てみようかしら。しっとば。うわー、多分白いから大丈夫だよね。めちゃくいきます。うん、大丈夫そう。じゃあこれで蒸していきます。よいこら、どこらしょっと。今日もこのおビールさんたちもいっぱい飲んでいきたいと思います。にじます様。最後はにじます。じゃじゃん、完成。こちらも開けたいと思います。 3,2,1。 じゃじゃん、ヤマメの炊き込みご飯です。じゃあね、早速食べていきたいと思います。では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 、お手を合わせて命に感謝し、いただきます。まずはやっとビールをいただきたいと思います。釣り終わった後のおビールはやばい。いただきます。はい、やばい。いただきます。あー、うま。待って、死ぬほどうまい。では早速いただいていきたいと思います。じゃあちょっとにじますちゃんからいただこうかしら。いただきます。にじます。うまっ。もう幸せという言葉以外見つからない。ヤマメちゃんも気になってるの。はい、すいません、食べ終わってないのに。こっちも行かせてください。いただきます。ヤマメちゃん、待って、ヤマメうまっ。なんかね、すごい高級なものの味がする。何の味だっけこれ。なんかね、高級感のある味がするよ、みんな。こんなん反則だって。見て、速攻で食べ終わってしまいました。ヤマメの方がなんか高級感があるというか、美味しい。でもニジマスもめっちゃ美味しい。米ご飯ちゃんも、まずはね、混ぜるとこからだと思うの。混ぜてゆく。よく考えてみたら醤油しかなくてさ、醤油しか入れてない炊き込みご飯。でもそれが素材の味を生かすっていうことなんだよね。いただきます。なんだよ、もうただの天才じゃん。なんか一杯目ですっごいいい感じになってきちゃった。なんで？ね、あんまり寝てないからかしら。まあそんな感じでね、ちょっとゆったりしてね、またね、酒飲みながらこれたあのご飯とね、このお魚食べて、でちょっとのんびりしていきたいと思います。でも別に誰もいないからいいよね。私のことなんか誰も興味ないよね。じゃ
ゃあまたね。癒されカンブリアンランタンでございます。あの有名なラピュタのパズーが使っていたと言われている。なんかちゃんと動画に載せてあげれなくてごめんね。初登場ちゃんとランタンにかけるとこんな感じです。綺麗や。はい、ではカンブリアンランタンに続いて次はペトロマックスの HK500 っていうランタンをつけていきたいと思います。ここからね灯油を入れてね、灯油ランタンなのでポチポチとしてつけていくんですけど、ただあ、ついたついたあれ OK。 あーちょっとね実はねこの下り今2回やっててねついてなかった。だからちょっと待ってたからすぐついたのかもしれません見てめっちゃ可愛くないですかって感じでつきました。イエイ。これが HK500 です。このランタンも大好き。本日はね梨があるのですよ。やだ、ホピネルめっちゃ切れるじゃん。うわ、パンダタウはそうですね。イエイイエイイエイ。うわ、あーこりゃうまいよ絶対。できるだけ食べたい。できるだけ食べたい。これを。うわ気持ちいい。ホピネル気持ちいい。ずっとさナイフが欲しくてこういうカッティングのずっと100均の使ってたからね。でやっと買ったので、そのインスタでね皆さんにねナイフいろいろ教えてもらって、なんかねみんな結構口揃えて、いや初めはオピネル通った方がいいよみたいな感じで言ってた DM とかでも。だからそれを見て、あらこれうまくいかなかった。それを見てね、まあ一旦オピネルいっとこうと思ってオピネルにしました。色味がこれめっちゃ可愛くないですか。色味がめっちゃ可愛くてこれにした。できた。梨ちゃんです。と、でれん。おビールさんです。こちらはちなみに3本目でございます。今日あんま飲んでないね。てか絶対梨にビールって合わないよね。うっあらうまくやれたわ。見て、梨とビールいただきます。はい、じゃあね早速いただいていきます。乾杯。2回目。うまい梨。いただきます。待って甘い。はい、めっちゃみずみずしくてめっちゃ甘い。うまい。え、やだ、すぐ終わっちゃったわ。でね、道の駅これも買った。もうめっちゃ食べちゃってるけど、さっきのお酒の音もしてた。芋かりんとこれバチボクうまい。うん、いや多分雨予報だったからっていうのと平日だからっていうのが重なって本当にお客さんゼロなんですよ。さっきまたちょっと寝ちゃったんだけどどんだけ寝るのって感じなんですけど、雨の音とさ、あの川の音とさ、焚き火の音でさ、なんかすっごいうどうとしちゃったの。いいねキャンプっていやよくさビジネスキャンプでさ
かって言われるんですよ。なんか難しいよね。私は別にビジネスでキャンプをやろうって思ったわけじゃなくって、普通にキャンプがやりたくてキャンプを始めたからさ。でもなんかそのキャンプのさ動画をさ撮ってさ、なんかみんなになんか見てもらいたいなっていう思う、なんか承認欲求みたいな部分もあったりとか、だからといってなんかそのキャンプを YouTube に上げるなら、なんかそのいろいろ知ってなきゃいけないとかさ、なんかキャンプについて詳しくなきゃいけないとかさ、なんかそういうのもなんか嫌です、縛られるのも。だから私はなんか私なりのやり方でキャンプ楽しんでいきたいなって思ってて、その動画をお届けできたらなっていうふうに思ってるんですけど、だからあんな感じビジネスキャンプですかっていうのもなんかまあ合ってるっちゃ合ってるのかなと思う。でもキャンプが好きっていうのはまあありますね。まあでもやるからには見てくれている方々にね、楽しい動画をお届けできたらいいなって思うし、頑張りたいなと思うので、うん、頑張ります。これからね、いろいろねキャンプのことをね自分のペースで知っていって楽しめていけたらなっていうふうに思います。まあビジネスキャンプって言われてもさ、まあ私がキャンプ好きなら別にいいやって、すっごい喋っちゃった気がする。貸切だからね、ちょっとね一人でこんなね酔っ払って喋ってないって怖いのよ。あのね、意外とね小心者だからね、あのね虫のカサッとか音でヒャッってね、何言わんの、あと何って思っちゃうので、なんか貸切がいいなって思いつつ、なんか本当に一人は怖いなっていつも思っている次第でございます。今日ね釣りして、で貸切でキャンプして、なんか最高な一日でした。本当に楽しかったなキャンプ。はい、そんな感じでね、本日の動画も終わりたいと思います。なんかいっぱい喋っちゃってすいませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画で皆さんにお会いできると嬉しいです。インスタとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。エンジョイライフ、バイバイ。本日もご視聴いただきありがとうございました。初めての釣りキャンプとっても楽しかったです。ヤマメめちゃめちゃ美味しかったので、また絶対に釣り行きたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。